はい、2018年の6月28日です。今日の報告です。今日も展示会に行きました。2000円かかったんですけどね。まあ640円。まあ展示会3日、もし出展するなら、まあ、まだ展示会に出展するっていう、あのまだあれをイニシエーションをやってないんですけど、通過儀礼なんでしょうかね、展示会に。あのコミケでも出展する人いるのに、展示会はちょっと出展をちょっとあまりしてないのが僕のあれですね。やっぱ3日あれですね、耐えれないといけないんだなって、ちょっとあれですね、体力的に。まあ合わせればできるんですけど、まあ僕はなんか夜型になってしまったというか、夜12時まではやって、これがまた朝限界まで、それでも この3日、15時間9時間9時間で、まあ、9時間8時間ぐらいですか。割と僕としては元気なんで、まあ、それもこれも全部バイオテックのおかげかなって。一時期アリラミン飲んでた時期もあるし、まあ、今もサプリは飲んでますけど、あのアリラミンが細胞を作って、その細胞が今元気になってる。ちょっと前にできた細胞が働いてくれてるのかもしれないっていう、全てあれですけどね。でも全然元気じゃない時もあったんですよ。2時間ぐらいしか与えてない時があったし、ということで、まあ出店はしないまでも、展示会、今日はですね、今日もまた資料、まあ昨日もらったのは全部人気袋に置いてきたんですけど、どうだったでしょうかね。まああれで出店者を傷つけているのはあるんですけど、まあ僕から言わせば、早く、とにかく早く皆さんに知ってもらって科学技術を推進する、ということ、僕の収入もありますけど、ということで今日は名刺配りをしながら撮影で、まあ、とにかく撮影を重んじてるから、どう名刺配りというか名刺で挨拶ですよ。最初はあの30枚 A3 名刺の30枚あの薄い紙ですけど、まああれはちょっと反則といえば反則なんですけど、まあでもあれをみんなやったら困るかもしれないですけど、まあ来たという証拠をですね、まあ全部には全部やろうと思ったんですけど、もう3時4時になってましたからね、あとちょっと1時間ぐらいしかできなかった。でどこ行こうかと思ったら、やっぱりよくお世話になっているバイオテックに、まあ、大学も含めてですよ、まあ、僕ももともと阪大のあれですからね、山大教育学部でもあるし、まあ、大学もそんなにあれじゃないですか、拒否反応はないですから、まあそんなに大学もしない、まあ、会社もありますから、まあ、それで、まあまあ、バイオテックの、まあ、食品関係、もうこの辺のもうスーパーに売ってるもの全部バイオテックだと思ってもらえば、まあ、ドリンクジャパンっていうコーラですよね、みんなが憧れている、まあ、アリナミンはあれなんですけどね、薬の要素も、まあ、薬って言わないのがいいのかもしれないですけどね、一番なんか最初にやるのがドリンク、なんか飲料みたいな気もしないでも、で最後にやるのも結局飲み物、結局
体にいい飲み物ですよね。アリナミンつったら宣伝になりますけど、ああ大塚製薬も最高薬でリボビタンリー、万能薬みたいなね、万能薬的なやつを目指してるんですけど、命が伸びるアンチエンジング、アンチエイジング。それでもう今日は名刺を一つ一つ配りながら撮影して、まあそれでやって、そしてなんか薬をもらおうと思ったら、結局もらわずに、今日なんか途中でなんかいろいろディードさんからも電話かかってきたし、招待券をばらまこうと思って配ろうと思って、もうエキオキアやめたんですけど、一軒一軒ポスティングして、今日はもう埼京線がめっちゃ混んでたんで、渋谷からに降りようと思ったら降りれなくて、新宿から高田馬場まで明治通りを歩いてポスティング一軒一軒やったんですけど、まあ早稲田あたりのところで疲れて、もういっぱい置いて光薬局のところらへんで疲れてですね、何枚あったか分からなかったけど、いろんなところの展示会の招待券を配って、もう分からん、500ぐらいあったかも、500以上、6000ぐらいあったかもしれないと。ポスティングしは早稲田の理工学部あたりですね、早稲田の理工学部には直接やってないですけど、あの辺の住んでる人が 得したんじゃないするかもしれないで、ね、それを求めれば早稲田の周辺に住んでるんだろうと思いますけどね、僕は。それでまあ配って、まあ、光薬局があったのもあれですけど、光薬局、武田薬局みたいな。それでまあ、それで100円の100均があったんで、ジュースを購入して、100均のジュースを買って、大好きなコーラを買って、でまあ、とぼとぼ、高田の馬場、我が第二のふるさと高田の馬場で歩いて行って、なんか駅前の100円ショップで封筒70枚100円で買って、でブックオフ行きましたね。もう残りお金が少なかったんですけど、なんか大和渓谷の山道具をあったんですけど、よく見ると英語の C プラスの C シャープの本が100円であって、熱い本が、それを買ってすき家で60円の味噌汁を紅生姜を入れて食べて、それで12時まで撮影して、切って封筒を70枚作ってポスティング。まあポスティングってコイン落としみたいに入れて出る、入れて出るみたいな、ね、全部ビジネスかと言われば、安く買って高くするっていう。でも本当はあれちゃんと読んで開発するのがいいのかもしれないですけど、あと A4 の用紙に切るっていうね、綺麗にそれをポスティングするっていう。でもあれ手を切りそうなんで、僕あんまり好きじゃないんですよ。自分も切るし人も切るし、カッターをばらまいてるみたいな感じです。だからわざわざ封筒とかビニールに入れてるんですけど、ちょっと危ないのが僕はあれですね、自分も手を切ったことあるし、なんか封筒とかビニールにわざわざ入れて、まああれ辺が短いほど切りにくいで、だからカードとかいいんですよ、切符型とか切りにくいんです、ね、安全は安全なんですけど遅くなってね、切符型資料も細かくやれば、いい安い動画にはなると思います。安い動画を無限に作るっていうね、たとえ5点の動画でも4万本あれば、20万点になるみたいな、総合で勝負するみたいな、カズ選手じゃないですか、総合で選手、カズ選手じゃないですか、カズ選手に失礼ですけど、サッカー絡み、今日はサッカーですけど、まあ、青いネクタイしたんで、まあ新聞出してるんで、いつも常に応援してることはあるんですよ。
武田ですね、西野監督、早稲田らしいですけど、僕は存じ上げてなかったですけどね、西野監督。うん、やっぱあの早稲田のあの辺の人ってやっぱ50、60、冠城剛さんにしても50、60でなんか目立って頭角を現すって言ったら、なんかあの世間に認知されるようになるみたい、もう知られるよう、世間、なんか世界、全国に知られるような、あの50、60なら、それもどうかと思いますけどね、僕は。もう若いアイドルの人なんか、もう10代で、芦田愛菜ちゃんとかね、有名になるんですけど、まあ、そっちでも、50、60で、なんか一人前、なるみたいなね、60にして立つ。何でしたっけ、論語でしたっけね。40にして、なんとか、不惑、惑わず、あれは何でしたっけ、漢文の、あるんですけど、まあ、大器晩成か、方かもしれない。まあそうなんですけど、まあ西野監督も頑張ってほしいと思いますね。まあ将来、まあ僕名前が哲司なんで、柱谷哲司さんを個人的に応援してたんですけど、どっかにあれですね、どっかにあれですね、今何もあんまり目立ってないことなんですけどね。まあとりあえずサッカーはまあやれるところまで頑張ってほしいと思いますよ。本田さんも僕は応援してますし、本田朋子さんじゃないですかね。純一ダビッドソンさんも本田朋子さんの応援をああいう形するとかね、変わってますね。あれだけホンダのあれをやってるのに、ね、もうまだ満足しないんですかね、ホンダと思って。ホンダさんを頑張ってほしい。ああいう立教の本田朋子さんみたいなね、女子学生が僕は大好きですけどね。スキヤかなんかに来ていろいろペラペチャペチャ話してくれてると非常に嬉しいんです。どうなんでしょうか。ということで、今日は勝つんでしょうか、負けるんでしょうか。まあ日本人のためには、まあ、勝つのがいいんでしょうね。でもあまり簡単だとやらないです、誰も。難しいところへわざと選んでやってるのでしょうね、みんな。面白くないから。簡単に勝ったら面白くないからね。ということで、今日は展示会で、まあ名刺配りって前からやってるんですけど、ずっと前からやってるんです。来た報告みたいなね。これ、名札入れ、名刺入れがないとこにも置くっていうのがね、ポイントなんですけどね、ゴミのように置くっていう、ね、まあ名刺なんてゴミのようなもんだと思いますけど、でも僕、人の名刺だけは捨ててないんですよね、いろいろカードとか捨てるっていうか出すんですけど、名刺かなんか残しているんですよね。まあ、展示会を良くするのも悪くするのも自分次第というね、そうなんですけど、じゃあちゃんとした名刺を作るべきだっていう、まあそこまでないということなんですけど、全て自分次第ということになっております。今日はなんか靴を鳴らすために歩いたみたいな感じがありますけどね。はい、どうなんでしょう。もっとスパコンの
もっとシミュレーションみたいなのをもっと、どうも僕は自分の名刺配りとかしょうもない仕事に時間を費やして説明者の話を聞くわ。でも僕どうもね、どうもあのビジネスに持ち込めないんですよね。向こうは向こうで出店してるからもう自分の説明ばっかりしようとして、まあ、僕も説明するのを聞きたいんですけど、大事な僕の売り込みにはなってないし、僕から言わせばなぜ払わないんだって僕は正直に思いますけどね。なぜ僕に現金を、これだけ YouTube ただ見していて、いや僕だけじゃないし YouTube の素晴らしい動画を見てるのになんで払わないんだって僕、まあ、僕もただで見てる、ただであれを見てるって、まあそれが自然なんでしょうね。ネイチャーパブリッシングさん出てなかったですけど、まあ何か問題があって払わないんでしょう。まあいろいろですけどね。まああと僕が展示会をすから展示会に金が流れていてあるんですけどね、悔しいけど楽しい展示会報告でした。まあアカデミックの人は展示会なんかそんなに重要視してないんだと思います。学会とか、まあ、学会とか分子生物学会とか重んじてるんでしょうね。やっぱり僕はあの辺のことはよくわからないですけど、ポスター発表とかやって、なんか楽しそうですね。あのアカデミーの人たちはポスター発表でね、あとその後懇親会なんかやって、スキーとか、あの雪国だとスキーとかなんといってハイキングとかなんかしちゃったりして楽しそうですね。アカデミックの方々は楽しそうだという羨ましい限りなんです。僕はああいう経験がないなっていうね、ああいう喜びがないなっていうのがあるんですね。あと出展の展示会の出展者が女の子たちと女性の方たちとね打ち上げかなんかやるみたい、あれもないなっていうのがね、ちょっと残念ですけど、残念ですね。いろんなもう残念なことばかりなんですけどね。ということなんですけどね、あれもいいなって、ポスター発表で楽しく懇親会っていうのもいいなって、最近懇親会全く行ってないなっていうありますね。帝京平成大学の東大の人と話したんです。僕の地元の岡野さんが帝京平成大学のなんか講師かになってるみたいですね。中野の、スポーツ科学の筑波の博士号は取れたみたいですけどね。筑波の博士号を取って帝京平成大学の先生講師かなんかだって、なんか大迫さんが、大迫半端ねえって言ってた人いるじゃないですか、泣きながら。なんかあれで今日思い出した、もう泣きながらね、あんなやつ友達じゃねえっていうのがね面白いな、笑えるなって思ったんですよ。大迫半端ねえっていうのをいう言葉を書いて、あんなやつ友達じゃねえって泣きながら言うっていうねギャグを考えましたけど、泣きながら叫ぶという、今日この頃ですけど、
どうなんでしょう、サッカーは勝つのでしょうか。明日は元気があれば、まあバイオテックのおかげかどうか、割と体が動くなっていう。まあサプリも飲んでますけど、百眼草とか飲んでますけどね、混ぜて。でもなんか昨日帰ったらすごい疲れた。疲れて、いや、あの油汗が出てきて、明日大丈夫かなと思って、足もちょっと痛いしと思ったんですけど、まあ3時ぐらいまでは好きな時間ぐらい働き、まあ、働いているかどうか分かりません。まあ手取りの給料とかないんですけど、家の収入で食いつないでして、なんとかあのゴールキーパーの方もなんか外国に飛行機で行きまくってエネルギーを溜め込んで契約に結びつけたみたいなこと言ってましたけどね、今日のテレビで。全部あの飛行機のおかげなんじゃないかと思ったり、それを言うなっていう、じゃあ海外旅行一番すごいじゃないかっていう。でも僕はですね、まあ、確かに乗り物でいろんな風景とか見て、風景とか振動とかジェットエンジンの振動とかでエネルギーを高めるのもいいんですけど、やっぱ直接足から伝わるあの力っていうね、あの登山とか体重の7倍ぐらいの下りなんか体重の7倍ぐらいの重力がかかるらしいんですよ、足に。そのエネルギーが直接ですよ、足を伝って、体を伝って、それが割と登山って効率がいいのかなと思ってするんです。あとスキーもですね、割と何回もリフトで滑ってスキー板を伝って直接足腰にエネルギーを加えることができるんです。スキーってそれでリフトで何回も行って、だから登山も降りるときなんかすごい足に負担かかる、まあ、負担かかりすぎてあの体を足腰を壊すっていうのもいけないんですけど、山崎直子さんの直子のホテルに直行じゃないですけど、直子さんの直接山から直接力を体に加えるっていう方法が割と効率的なのかななんて、ポテンシャルエネルギーというか内部エネルギーとかなんかわけわからんことになってますけど、まあ位置エネルギーで高めて標高3000メートルぐらいの上から滑り降りて展示会にぶち当たって壁を乗り越えるみたいなね、まあ、大学入試も同じですけど、子供の頃から山いっぱい登っていますけど、それより登下校を遠くした方がいいんじゃないかっていう話もあるんですけどね。エネルギー、体にエネルギーを加えて、体にエネルギーを加えてエネルギーを高めて、それでいろんな壁を乗り越えるみたいな、大学入試とか、あるいは筋トレでエネルギーを高めて大学入試を乗り越える方法もあるかもしれないです。わからないですけどね。シュワルツェネッカー方式っていう、ボディービルダー方式っていうあるんですけどね。でもあんまり僕はあの筋トレっていうのはあんまり昔やってましたけど、あんまり筋トレね、あからさまなんでね、あからさまだとちょっとねバレやすいんでね、登山もバレるかなって、高いんでバレないようにちょっと体を、ね、だから実はあのザックかなんかに、ね、重りを入れて、三浦さんがよくやってるやつ、ウェイトウォーキングみたいな、それがあの割と均等にバランスの取れた体つきになるかもしれないし、それで大学にも受かるという、展示会にも受かるという
展示会にも受かるって大学入試を突破したに等しいっていう説もありますけど、ね、まあ、最初から行く気ない人もいますけど、大学も最初から行く気ない人もいますけど、まあ、そこはあれですから、まあ、いろいろ内部エネルギーっていう言い方もよくわからない、ギブスエネルギーとかあります。ということになっております。まあ髪を切ってるのも足が痛いからっていうのもあるんですけどね、リハビリついでって展示会に行ってるのもリハビリついでのもあるんですけどね。最終目的は結局ビジネスですよ。このあのあれですよ、この標高を利用して武田駅に行って、今なんじゃないのって言われてますけど、武田からお金もらうっていう方法はもちろんあるんですけど、えげつないのでやらないっていう、えげつないことはやらない。いや、僕もし契約するなら、なんか海外の企業かなんかがいいのかなーなんて。武田はまあ生まれが武田なんで、まあもらおうともらわないと応援はするんですけど、やっぱあの契約となったらソフトバンクでも武田でもない、海外の、ちょっと変わった会社みたいなのがバランス的にいいのかなと思いますよ。それでね、なんか外国人の女性と結婚しちゃったりなんかする、それもいいかななんて思っちゃったりなんかする今日この頃でございました。では今日の報告を終わりさせていただきます。